いけるわ。やっちゃやりやがった。なんと、これは世界の女王ディアナ・クロイチュアの得意技です。上条選手、果敢にもその技にチャレンジしました。私のところに帰ってきて。切れないでリボン、恋に届け。届け。あの技、練習でもほとんどやったことないのに。やった。上条選手、この難しい技に成功しました。体中からにじみ出てくるようよ、上条さん。片手肘前方回転からの連続技ですが、上条選手ほとんどミスがありません。いやー、これは大変な新人選手が現れたものです。狩りってこんなにうまかったっけ。見とれちゃう。ありがとう、ボール君。上条選手の得点は 9.55。 これは高い得点が出ました。伊田選手を抜いてトップに立ちました。いやー、やだ、嬉しい。ちょっと、伊田さんを抜いたわよ。いきなりトップよ、ひかり。 9.55、 私が1位。私が1位なんだ。ひかり、このままトップでいったらすごいことよ。全国大会に出るのももう夢じゃないわ。ありがとう、ゆっこ、さとみ、みんなが応援してくれたおかげよ。光は、私たち2年の期待の星なんだから。やったな、上条くん。あ、大石さん。ありがとうございました。えぇ、どういうことよ。なんで大石さんが光にこれなのよ。いろいろあってさ。何さ、教えなさいよ。あ、ほら、あ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 なたたちうるさいわよ。あずき先輩の演技の邪魔になるじゃない。ボールでの最後の演技者は愛工学園3年椎名葉月選手です。すごい歓声だって。ほとんどのお客さんはあずき先輩目当てで来てるんですもん。当然よ。まるでコンサートの会場みたいだぜ。はずき、頑張っていけ。では葉月先輩だけだわ。まだ私と葉月先輩とでは全然レベルが違う。素晴らしい演技をしようとも、
私はこんなところであなたに負けるわけにはいかないの。私はもっともっと遠くまで飛び続けるつもりよ。私なんかとてもかなわないや。舞い上がったり落ち込んだり忙しいやつだぜ。まったく葉月先輩にはかなわなくてもリボンなら自信があるんだからね。ねえ、午後の演技開始までお弁当食べに行こうよ。うん。光なんかに負けるもんですか。全国大会の切符は私が必ずもらうわ。あ、真央くん、ちょっと待ってよ。私たち先に行ってるね。なんだあいつら。真央くんがいけないのよ。どうして俺がいけないんだ。ほら、その顔よ。問題は大きなお皿だよ。あの夏川って人なんかこう近寄りがたいって感じなのよね。どうして光は平気なんだろう。私の演技どうだった。さあね、俺は自分が弾いた曲がちゃんと流れてるかを聞くために来たんでね。じゃあ見てなかったの。ああ、魔王のバカ、もう知らない。ひょっとすると光が優勝なんてこともあるかもよ。まさか。でも光はリボンが得意じゃない。リボンだけは片時も離さずに練習してたもんね。それほどでもないよ。とにかく上条光頑張っちゃいます。41番上条光行きます。わー、上条さんのリボンが切れたからどうだっていうのよ。よくあることでしょ。あ、私見たのよ。三田さんが光の荷物のそばでうろちょろしてたの。なんですって。冗談じゃないわよ。自分が手入れを怠ったの私のせいにするつもり。いえ、私たちはただ、だいたいそんなボロ雑巾みたいなリボンいつまでも使ってる方が悪いんじゃない。もういい、ゆっこ。リボンが傷んでいたのに気づかなかった私が悪いんだから、疑ったりしてごめんなさい。わかればいいのよ。それより早くリボンを直さなくちゃ。うん。誰かお裁縫道具持っていませんか。どうしよう。持ってたって貸してやるもんですか。どうかしたの？
話してくれよ、島田さん。ダメです。坊ちゃんも連れて帰るようにとのお父様のご命令なのです。ここは島田の言うことを聞いてください。46歳にもなって、誕生パーティーもないだろう。そんなの勝手にやればいいじゃないか。そうおっしゃっても、パーティーには各界のお偉方もいらっしゃいますし、お坊ちゃまはお父様のご自慢なのです。それがいらっしゃらないとなると、お父様は大変残念がられます。父さんが残念がろうがどうしようが、僕の知ったことじゃないさ。ここは島田の顔を立ててくださいませ。そんな顔が立つかな。こりゃどう転んでも立ちそうにない顔だぜ。この裁縫道具を使いなさい。先輩、これからは自分で用意しなくちゃダメよ。練習でリボンが痛むんだから、こういうことだってあるわ。それに手具は自分の体の一部だと思って大切にするくらいでないと新体操の選手とは言えないわよ。はい。これからは気をつけなさい。ありがとうございました。なんだあいつら。その顔のせいじゃないのか。けっ、誰かもさっき同じようなこと言ってたぜ。ま、そのおかげでさっきは助かったけどね。相変わらずジェームス・ディーンを気取ってんのか。そういうわけじゃないさ。だから嫌だって言ってるでしょ。どうして嫌なんだ。簡単なことじゃないか。明日のパーティーでお客さんに挨拶することくらい。みんなが中学生で日本代表に選ばれるかもしれない日本体操界の推しに一目会いたいと思ってるんだぞ。僕は父さんの友達に会うために体操やってるわけじゃないんだ。わからんことを言うな。自慢の息子を友人たちに紹介したいと思うのは父親として当然のことだろう。もしお前がオリンピックにでも出ることになったら、うちの会社でも大いに宣伝になる。お前のための体操クラブを作ってやってもいいとも思ってるんだぞ、私は。そんなのちっともありがたくないんだよ。社長の息子もいろいろ大変だな。さてと、俺は帰るとするか。待てよ夏川、これからだぞ面白いのは。俺新体操ってのはどうもよくわかんねえんだ。俺がよく教えてやるから見てけってな。ほら、おい、よせよ。
さあ、注目の愛工学園上条光選手の演技が間もなく始まろうとしています。現在2位につけている上条選手、この帯状布は得意種目なので、大きなミスが出なければ全国大会出場の可能性がかなり高くなります。さあ、上条くんの帯状布が始まるぞ。帯状布ってなんだ？あの6メートルもの布を休むことなく動かし続けなくちゃいけないんだ。見た目は優雅だけど、実際は想像以上にきついのがこの種目さ。この帯状布の演技で結果が決まるんだ。いいぞ、その調子だ。あいつ上手いのか？ああ、かなりな。主婦は自分の体の一部だと思って大切にするくらいでないと新体操の選手とは言えないわよ。ああ、私リボンに仕返されてるんだわ。でも辛い顔してたら私の負けになる。平気みたいだな。本当は辛いはずだ。布の切れた部分にはかなりの空気抵抗がかかって相当重くなってるんだ。手首がきつい。まだまだここで諦めてたまるもんですか。諦めるんじゃないぞ。いや、これは上条選手、素晴らしい粘りです。
切れたリボンを苦にせず平然と微笑んで演技を続けています。あと少しだ。もうリボンは限界に来てるわ。切れないで。なったリボンを使ってたんで、私の腕はもうクタクタ。でもななんと大石さんが優しくマッサージしてくれたの。どうしよう。なんなのこの感じ。胸がドキドキしてる。こんなの初めて。光の伝説、好きになってもいいですか。あなたの視線を私にください。